はい、ではですね、前回の続きになります。昨日ですね、サルモンティがキャンプサイト来てまして、お誘いしましてですね、翌日の今日ですね、もう家早速ですね、ご制約っていう形になっております。まあ今日はもうこのままで終わりますのでね、また明日に飛びたいと思います。トーン。はい、では翌日に飛んできました。まずね、しずえさんの朝の挨拶からになります。では本日のお知らせです。ということで、サルモンティさんが新しく引っ越してきました。サルモンティさん、移住おめでとうございますということですね。はい、では早速ですね、サルモンティの家に来てみたんですが、ちょうどですね、家の中にいてるみたいなんで、あ、そうですね、初日1日目やからね、引っ越しの片付けやってて家いてますんでね、ちょっと家の様子を、まあ家具は置いてないですけど、壁紙とか床見ていきたいと思います。家の外観はね、ちょっとやっぱおっさんっぽいですね。緑色と、ネズミ色の壁ですね。自分のね、体と同じような色になってますね。はい、ではですね、早速中入っていきたいと思います。まあ果たしてね、家どんな感じになってるかっていうのは楽しみですけどね。おっと、これ、あ、なんか秋っぽいな。秋、壁が紅葉、秋ですね。床を、なんか落ち葉めっちゃ折ってて、落ち葉、履いても履いても落ち葉やけどね。なんか葉っぱ出てるしね、履いてたら。あ、こんなあれもあるんか。あ、そうやね、海の中とか、なんか砂浜のね、床の子、人とかもいてますもんね。あ、まさしく自然の動物って感じなんやね、猿。これはちょっと初めて見ましたね。で、歩いてもザクザクなってますしね、葉っぱ落ちてるから。ちょっとしゃべりかけてみましょうか。ヨーロディ、へえ、びっくりしたか。おめえが来いってうるせえから本当に引っ越してきてやったぜ。今日は見ての通り片付けで忙しいからよっていうことですね。ちょっと何回かね、しゃべってみますね。やっぱバナーナ言うてますね。身が出るところにしゃれてるように見えねえか。バナーナ、バナーナ言ってますね。口癖バナーナですね。今日は片付けで終わりやな、世界に会いに来てくれたのに。は、どんな家具つけんねやろ。なんか自然やもんね。ここに普通のテーブルとかおかしいもんね。まあ今日はね、もうこれで終わりますんでね、まあ明日ですね、またね、外でのセリフとか家の家具の配置とか見ていきたいと思います。ではありがとうございました。